さんこんにちは、ピンカンの清原です。それでは、ブックシェルフ型スピーカーの聴き比べのその2ですね。3番バッターワーフデールのダイヤモンド225、こちらを聞いていこうと思います。このモデルなんですけれども、価格はですね、ペアで7万1000円と、ポークよりもまた少し高くなります。この保温形状をしたですね、特殊なこのプラスチック成形のユニットみたいな形にも見えるこうダミーのですね、スコーカー的なものの内側に口径25ミリのですね、ソフトドームのツイターがついています。でウーハーはですね、カーボンを使った、こちらはですね、165ミリ口径のものです。クロスオーバーは 2300Hz、 能率はですね、87なので、ポークと同じですね。再生周波数帯域は45から20と、ポークよりも少し狭くなっています。入力インピーダンスは8オーム。サイズはですね、幅が196、高さが335、奥行きが290、重さは1本が 6.5 キロですね。3辺合計はですね、19ということで、これは XT20 の 17.6 に比較的近い数字。今回テストしていく中では、この165ミリ口径を使ったスピーカーとしては、サイズは小さいですね。で、このスピーカーの特徴として先ほど申し上げました、このショート保温型の、なんていうのかな、ツイターリングというには大きいんですけど、ツイターリングとですね、あとこの下のですね、薄いこの間から低音が出てくるっていう、バスレフポートを後方に持たない、この下のですね、薄いスリットから低音が吹き出してくるという、特徴があります。で、このスピーカーなんですけど、バイワイリングに対応しておりまして、もともとは、このようなですね、この金属の、金色のプレート、ジャンパープレートというものがついています。で、まあ、これはですね、材質的には多分、銅ではなくて、真鍮系の合金が使われている場合が多いのと、表面キラキラして金メッキ綺麗ですけど、これも例えば9金とか10金とか、そんなに純度の高い金ではなくて、単に金色メッキになってます。で、まあ、結構安いものの金メッキってそういうものなんですね。で、この金色メッキがいいかということなんですけど、これは音質的に目で見て金色に見えるほど良くはないです。で、今回ですね、前回の、その位置のね、聞き比べでは、このジャンパープレートをですね、この 6N14G という、昔売ってた線の、スピーカーケーブルの歯切れに変えて聞きましたけど、まあ、バイワイヤーに対応しているスピーカーはこれからもたくさん出てくるので、B&W なんかもそうですから、もう少しグレードの高いものということで、これは今スピーカーケーブルに使っているメーター3600円の定価のエアポンですね、SPK300 というもののケーブル。これは一品館ではスピーカーケーブル高いもの10センチ単位で売ってますから、それをまあ20センチ。で、各10センチでですね、端末にもエアボーのですね、このワイラグをつけて、こういうジャンパー線を作ってみました。コスト的にですね、だいたいいくらぐらいかな。4本で2000円もかからないぐらいでできるものなんですけど、まあ、これからはですね、この、SPK300 の歯切れを使って作ったジャンパー線。これバイラグをつけてますけれども、これをですね、共通して使っていこうと思います。装着するとね、このように非常に綺麗に収まります。で、この時に使うワイラグなんですけれども、アンプに装着するときはこのエアボーンの2種類あるワイラグの細い方でないと、これだと幅が広いので、最近流行りのですね、プラスチックのカバーがついた端子だと、ワイラグが入らないということになります。スピーカーに使う場合は、スピーカーターミナルって結構太いものが多いので、この幅の広いものをお使いになることによって、こうぴったりとはまるということになります。ではね、早速スピーカーの準備を済ませた後、視聴をしていこうと思います。視聴の準備が整いましたので、インスト3曲から聴いていこうと思います。
Thank you.
ワフデルのダイヤモンド225で、インスト3曲聴いてみました。最初ですね、インストを聴いてた時はですね、まずスピーカーのね、インピーダンス、ポークが4オームで、こちらが8オームですから、アンプの音量をですね、同じにしておくと、音が小さくなるんです。電気が流れにくくなるんで、流れる電気の量が半分になってしまうので、今、1回目聞いた時ちょっと音が小さかったので、音量も一度合わせてですね、アンプのボリュームを上げて音量を同じにして聞いてみました。音量を同じにしたんですけども、どこかなんか元気がなくて抜けが悪いので、もしやと思って、後ろのバイワリングの接続をですね、変えてみました。最初はですね、プラスを、はい、マイナスをローのローにつないでたのを、今、プラスをプラスのロー、マイナスをローのハイにつなぎかけ、変えました。まあ、こうなってたものをこうしたということになるんですけれども、まあ、結果としてすごくこう音抜けが良くなりました。これはね、まあ、私の失敗というか、怠慢としてね、ちゃんとその両方をね、上げておこうと思いますけど、その位置の時は、あまり良くない接続でしたので、その分、ワフデルの評価が若干、そうですね、100分の70か100分の80ぐらい、ちょっと低くなってたと思います。で、これは、いろいろやって、ジャンパー線も変えて、接続も正しくしたので、まあ、ワフデルダイヤモンド225の、まあ、ベストの状態で今なってると思います。まあ、その状態で聞いてみて、まず、せせらぎの音なんですけれども、ES、直前の ES20 に比べると、やっぱり低音が少し少ないんですけども、このやっぱり特殊な低音の出方がするので、スピーカーから箱で作られた低音が出てるっていう感じはなくて、すごくつながりがよく聞こえました。で、広域の張り出しがですね、ES20 よりも優しいので、水の流れる音とかね、特に鳥の声がですね、すごくなんかこう魅力的に聞こえたというのが印象的でした。で、次の2曲目のですね、エルガーの愛の挨拶ですね。これもやはりバイオリンとピアノの音がまろやかになりました。で、これは ES20 がもしかするとエイジングがちょっと足りなくて硬く出てたのかもしれないんですけど、まあ比べた結果ワフデルの方がこう、演奏がまろやかに聞こえました。で、今聞いた3本の中では、ES20 が一番雰囲気重視。で、音質重視が ES20 で、このワフデルのダイヤモンド225はその中間という感じですね。だからまあ価格的にも、ES20 とこれってちょっとずつこう離れてますけど、まあ、どれを選ぶかっていうとこれっていう決め手がないのですごく難しいですね。ただ大きさ的には ES20 がすごく大きくて、こちらの方が小さいので、まあ、やはりその小さい部低音も出にくいんですけれども、やっぱり存在感が少なくてバランスのいい音なので、なんか一番こう自然に聞けるかなっていう感じですね。バイオリンコンチェルトでも音はしっかり出ますけれども、高域がきつくならず、低域も膨らみすぎず、非常にこう悪い言い方です、言うと中庸ですけれども、言い方するとバランスのいい音で聞かせてくれたのかなというふうに思いました。だからやはりまあ今ベストの状態で鳴らしてますけど、評価的には220と変わらずに、バランスが良くて、特に突出したところはないけれども、まあ設置がしやすい、で低音が出すぎないので、低音がブーミーになりそうな場合、鳴っている場合はこの200シリーズのこの低音の処理をしたスピーカーがいいのかなというふうに思いました。では次、ボーカルを3曲聴いてみようと思います。
ささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー夢も憧れもどこか違う3曲聴いてみました。1曲目のストレンジャーですね。これ金属の音はやはりあのソフトドームなのでハードドーム金属を使った振動板ほどくっきりはしないんですけどそれでもこの、やはり保温の、効果の影響でソフトドームとしてはかなり芯のあるしっかりした高音が出たんじゃないかなっていうふうに思います。で演奏が進んでいったところ指打ちの音のこうパチンっていうアタック感もきっちり出ます。で、ボーカルが入ってくると、これはとてもボーカルが魅力的で、全般的に明るくて、くっきりしてるんですけど明るい。でも、声域がくっきりして伸びてるんですけど、きつすぎないという、非常にいいバランスになったんじゃないかなと思います。で、低音が入ってきたところは、やっぱりこの特殊な低音の吹き出し効果でですね、他のスピーカーがややこう低音が遅れてふわっと膨らむのに対してこれは非常に低いところまで出てるんですけど低音が膨らみすぎないっていうこの方式ならではの良さがあったと思います。2曲目の The Water is Wide ではねギターの音がすごく軽やかです。というのはこの箱の中のやっぱり濁った響きが外に漏れていないのでギターの響きに濁りが加わらずなおかつこの保温の効果の明瞭度アップの影響でギターの音がすごく軽やかで歯切れよく聞こえて気持ちよかったですね。でボーカルが入ってきた時にやっぱりそのボーカルがですね薄っぺらにもならずきちっとこうボーカルとして存在感が出てくるっていうのもこのやはり保温によるこう明瞭度アップの効果がそこにあるんじゃないかなと思います。で弦奏が進んでいてギターが2本になった時の2台のねツインギターのそれぞれのギターの音の掛け合いの魅力なんかもすごく出てきましたしこう音楽として演奏として非常に魅力的に鳴らしてくれたのかなというふうに思いました。で3曲目の夏の終わりのハーモニーこれはですね雰囲気がですねES20 は多分エイジング不足のせいだと思うんですけどちょっともうなんか軽い感じだったのがこれはやはりそれなりの年齢を重ねた人が過ぎてきたことに対してその時の悲しかった思いとか惜別の思いとかそういう思いをですねこう静かにこう自分に語りかけるように歌ってくれてるっていうムードの深さっていうのがすごく演出されたと思います。で曲がもう少し進んでくるとやっぱり低音がよく出るのでピアノとかそれギターとかそれぞれの楽器の音が魅力的ででも低音が引きずらないのでボーカルがその低音の響きの濁りにマスキングされずに抜けてくるのでやっぱりボーカルが主役で伴奏が脇役というこの主従関係が非常にきちっとできて出てきてですねやっぱり音楽としてその魅力的に鳴らしてくれたという印象がとても強かったです。ということで220はちょっとこう配線とか色の問題があったんですけどやっぱりこの225っていうのはウーハーが大きくなった分低音がよく出ます。
で、その低音に負けない明瞭度のある中高音が出ます。なおかつこう設置がしやすいということで、まあ、バランスよくね、あの音楽をうまく聴かせてくれるのかなというふうに感じました。では最後に、島田佳穂さんの一層セレナーデ、ベートーベンピアノ交響曲第5のですね、皇帝の冒頭部分を聴いて、そして次はワーフデールのですね、ダイヤモンド 12.2 を聴いてみようと思います。
Thank you.